はい、それではね、準備ができたようです。リリースイベントね、今日初日ですんで、しかも第1部です。大きな拍手でお迎えください。フェアリーズの登場です。
していきたいと思います。リカ子から。はい、井上リカ子です。皆さん、ちょっと肌寒いですが、寒いね。上着とか着て、ちゃんと暖かくして、暖かい状態で楽しんでいけたらいいなと思ってます。皆さん、よろしくお願いします。はい、野本そらです。今日はね、リリースイベント初日ということで、まあ明日ついにキスミーベイブのシングルがリリースになるわけで、今日はフラゲ日ということなんですけど、皆さんもうゲットしましたか？おお、ありがとうございます。ね、そのキスミーベイブもこの後ね、披露しますので、今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。
下村美希です。ここタマプラザさんではたくさんイベントやらせてもらってるんですけども、すごい、なんだろう、四方八方に皆さんがいるので、すごいちゃんと見えてるので、皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、林田のひろです。今日はリリースイベント初日なので、ちょっと空が曇ってるんですけれども、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、トモカです。今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。短い時間なんですが、私たちのパフォーマンスを見て楽しんでいただけたらなと思っています。よろしくお願いします。はい、藤田メディアです。今日はね、みんなが言ってるようにすごく寒いので、暖かくして見ていってください。そしてね、まだ寒いって方はぜひ握手会に来て、私たちが温めますんでぜひ握手会にも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということですね、まあ今日は先ほどメンバーが言ったようにフラゲ日ということで、はい、明日3月25日に、ついに私たちフェアリーズは10枚目のシングル「キスミーベイベイヒラリ」をリリースさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回の「キスミーベイブ」という曲はですね、まあ、すごく大人っぽく、そしてポップな曲調になっていまして、まあ、一途に恋をする女の子が、好きな相手に対して思いを強気に伝えるという曲になっております。で、はい、今やった「ひらり」という曲はですね、うん、まあ、これもね、この「キスミーベイブ」のシングルに入っている曲なんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、聞いたら分かるように、すごく今の春にぴったりな桜ソングというか、うん、なっていまして、まあ、でも曲の終わりにはちょっとガツガツ踊ってるというのが印象的なんじゃないかなというふうに思っております。たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです。さあ、そんな「キスミーベイブ」を今から披露させていただきますが、皆さん楽しむ準備できてますか？あれ、足りない、もう一回イエーイ、OK、それじゃあ聴いてください。新曲Kiss me, babe. Don't you move, move, move. 好きだった。 So what? Kiss me, you must be dreaming. 嘘じゃない。星降る夜始まる二人。 Why don't you just kiss me, babe? Baby, ドキワクするから黙ってないで、思ってることを話して、君を考えてること、何でも知りたいんだから、ずっと伝えるんだ、いなんていじめてばかるけど、でもね、そんな君の優しさがラブ本気で大好きなのよ。どんな大人になるかなんてわからないけど、ずっと一緒にいたい。 Don't you move, move.あまりがうるさいと思う、あれけどそんなんじゃないね。ずっと見えて不正としても整備する気してて、でもね、なんか君の笑顔を見ると伝えてくるしょうがなくて、いつかファンが俺だったとしても、気になったことを後悔しない。どうしよう、we
Why don't you shout? Do you know?ここで握手会を行います。皆さん握手会にもぜひ来てください。